突撃機シチュー始まりました。ということでですね、今日車なんですよ。車なんで車か、そしてなぜ乗ってるんですかという話なんですけど、話するとですね、実は前回ね、小西パーツってところに行ったんですよ。たまたま本当にそこに本田さんいらしてて、店の前にいたんですよね。店長と話してて、で僕がたまたまスーって Z900RS 行ったら、本田さんがなんだそのバイクはと。で、知らなかったですか、あのバイクを。知ってました？いや、知らなかったんですよ。会った時に、なんだこのバイクっつって、かっこいいなって言ってくれてね。そうですね。で、本田さんは今現在所有しているバイクはハーレーとインディアンです。はいはい、インディアンのスカウトっていう、スカウトっていうバイク。はい、あれはめちゃめちゃかっこいいですよね。で、2台持ちされてるんですよ。2台持ちされてるんですけど、僕の Z900RS を見て、欲しくなっちゃったとか言って。欲しくなっちゃいましたね。はい、会った2日後ぐらいに電話来て、岸くんが買った川崎プラザの越谷店に向かってるんだけどさ、っていきなり電話かかってくるわけですよ。見に行くだけなんだよって言ってたもんね。いきなり、買っちゃった。買っちゃいましたよ。買っちゃいました。動画見ててもね、キチガイだよって言われましたけど、本田さんがキチガイですよ。本当ですね。人のことを言ってる場合じゃないですよね。いや、そういうわけで今ね、今日納車なんですよ、実は。そうです、はい、納車なんです。いや、嬉しいですよ、僕も。なんで買おうっていう気になったんですか？やっぱり、騎士マジックにかかっちゃったんですね。騎士マジックにかかっちゃったって。いや、その通りですよ。ね。でも Z900RS かっこいいですよね。かっこいいですね。はい、Z900RS って今日本で一番売れてる車両なんですよ。なんかそうらしいですね。はい、まあ乗ればわかるんですけど、どこのバイクかってなりますよ。細かい作りされてるんで。いや、そうでしょうね。ここちょっと飛ばしたいなっていう時、クッてひねってもらえれば、ふわー行きますから、気をつけてくださいよ。わかりました。まあでも、ハーレー乗ってますしね、大丈夫だと思うんですけど。はい、いや、そういうことでですね、今日は。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。レッツゴー。レッツゴー。キシチュー。やっと到着しましたね。はい、この進行を渡ったらもう到着です。到着ですね。さあ来ました。川崎プラザです。到着です。川崎プラザに到着でございます。さあ、どうだ。到着しましたよ。さあ行きましょう。行きましょう。コンビニとその際、くれぐれも歩行者の方とか自転車の方ぶつけられないように気をつけてください。さっきは信念になりたい人だった、まあ、違う表示にされてる方います。おかしいな。納車おめでとうございます。ありがとうございます。そして初ライド 100m ぐらいでしたけど、どうでした？いいバイクだ、本当に。 100m で分かります。いいバイク。いや、めちゃめちゃいいじゃないですか。似合ってますよ。めっちゃ似合ってますよ。めっちゃ似合ってる。 YouTube じゃない、キシチューブ。いや、似合ってる、マジで。本田さん、よかったっすよ。いや、いいよね、やっぱりね。 Z いいっすよ。だって何変えたって分かります、自分で。まあ、チェーンは分かるね。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 はい、これヘルメット外しちゃいますか。そうだね。ヘルメットここにボタンがあるんで、これをパチッと外して、こういうか。そうです。いや、よかったよかったよかった。何がよかったって、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいね。さあ、ほんとよかった。ありがとうございます。めちゃめちゃかっこいいよ。似合ってるもん、ね、タイガーカラー。もう子供の頃からの憧れですよ、これ。そうですよね。タイガーライン、これはかっこいいですよ、ほんとに。この、ね、ラメ感っていうのかな、これもすごいしね。このカラーがやっぱりかっこいいね。かっこいいですね。はい、テンション上がってますね。はい、イエーイ。ほんとにめちゃくちゃ上がってますよ。キシチュー。トリックスターのブラックメッキっていうのかな、こちらに来ると、はい、皆さん見てください、これです。こちら、ナイトロンのオレンジ、これで調整できるんですよ。他にこういうところで調整もできるんで、これすごい楽です。めっちゃ乗りやすいです。トリックスターのバックステップがついてるんですよ、はい、これ転んでも大丈夫なのに、エンジンガードもついてるんですね。私ね、はい、身体障害者なんですよ。あ、はい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 。左足がちょっと悪いんで、はい、だから、うん、まあ転んでも転倒しても傷つかないように。そうなんです。これはでも絶対必要ですよ。そうですかね。あった方がいい。そして、うん、何を変えたって、これ、皆さん見れば分かりますよね、これ。はい、 BR インボ
ブレンボ。ブレンボ。ブレンボですよ。ブレンボですよ。ブレンボのブレーキとこちら高健さんのブレーキですよ。うん、そうですね。これグレード超高いやつですよ。これやばい。そして充電器も2つも装備しちゃって。うん、なんで2つもですか。これはね。はい。まあいろいろ。いろ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 ありますからね。いろいろね。はい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 。いい買い物しましたね。そうね。本当にいい買い物しました。はい、あとね、はい、プチカールがね、はい、まだ届いてないんで。そうですよね、カールも頼んでるんですもんね。はい、このね、フロントのカールのところもそうですね、ちょっとカフェっぽくして、そうですね、かっこよくしたいっていう。いやー、ほんと良かったですね。いい納車式だった。ありがとうございます。今日だって対案祝日だし、そして緊急事態宣言も解除されたし、いや、いい、良かった。すごい納車に立っちゃえて嬉しいです、本当に。ありがとうございます。こちらこそです。これでね、Z 一緒に並べて早く走りに行きましょう。行きましょう。行きましょう。ということで、じゃあいきなり飯行きましょうか。行きましょう。はい、それでは我々の腹ごしらえ、こちらに。またねー。またねー。行ってきまーす。